面倒な立場ではある。物理法則は一つしかない。その時、それに精神が合致、そういう個性もまた一人にしか発露しない。その時、人間には生まれながらに差が、その物言いにも説得力が生まれて、それが富を得ていく時、それはますます強まる。それを否定しなければ今の経済的不況、それを完全には打開し得ないのだ、が。それが逆に今、誰に話をつければいいんだ？それを失う事態を生んでるのだ。特に、王の権威の妻、その立場は、実際にはそれだけで危機的状況だ。王の権威が迷うとき、それに指針、そうなり得るポジションは、逆に言えばそこを動かせれば、世界さえ動いてしまうポジションとなってしまう。だから、王の権威、はいま、王がさん、を言えば妻とせねばならない。のだけど。それでも相手は諦めない。